はい、今回は、チャット GPT で無料でホームページを作る内容をやっていこうと思います。チャット GPT 無料ホームページの作り方っていうことでご案内します。はい、こんにちは、こんばんは、川込です。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルはマーケティングや IT 技術を活用し自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けしますということで、今回はですね、チャット GPT で無料でホームページを作るっていうやり方をやろうと思うんですけれども、実はですね、今回のこの内容なんですけど、まあ、ちょっと知人の方がですね、ちょっとまあペライチでなんか自分のところのホームページ作ってるんですっていう話をちょっと聞いたんですよ。で、まあまあまあ、皆さんご存知ですかね、ペライチって。Wix とかペライチとかいろいろあるんですけど、まあその、内容を聞いてて、まあまあまあ、今、ホームページどんなんがあるのかなというふうに思ったんですよ。で、ちょっとね、僕、YouTube でですね、ホームページ作り方みたいな感じでね、検索したわけですよ。そうするとですね、まあまあまあ、初心者のホームページの作り方とかですね、ホームページの作り方いろいろ出てくるんですけどね。まあ、例えばですね、ちょっとコーディングをする感じの内容がちょっと多かったりとか、まあちょっと敷居が高いなぁ思ったんですよ。で、せっかくね、僕もね、ちょっと AI に関係するような内容をね、やってたんで、まあちょっとホームページ作り方 AI みたいな感じでね、検索してみたんですよね。するとですね、なんかね、ちょっとね、情報商材売りつけてやろうかなみたいな感じのね、うさんくさそうなやつばっかり出てきたんですよ。で、まあまあまあ、ぶっちゃけで、ね、なんやこれと思って、まあ、生成 AI 使って、ちょっとホームページ作れるよって、いや、ホームページ作って50万稼げるみたいなね、なんかうさんくさそうな感じのね、もうほんまね、中身ちょっと見てみたら、ほとんどなんかチャット GPT とか使ってね、説明してるような内容のやつじゃなかったわけなんですよね。ということで、ちょっとですね、川子の方ですね、今回もね、ガチでですね、ちょっとね、チャット GPT を使って、いかにホームページ作っていけるのかっていうところをやっていこうかなというふうに思いました。はい。なんで、今回の内容はこんな感じです。はい。まあ、ホームページを作る上で目的は何とかですね、まあ、今回のちょっとペルソナを設定したりとか、まあ、そういうような感じのことをやっていこうかなというふうに思ってるんですけど、先にちょっとねお断りしておきます。これ今回の内容って最後まで全部作りきるような感じの内容では作ってないんですよ。要はちょっとポイントをね、チャット GPT を使ってポイントはこういう感じで使っていくとホームページ作れるんだよっていうやり方をちょっとご説明してます。なんでこれ見たらね、一から最後まで見たら、川子のこの動画見たら、あ、俺もホームページ作れるわと思ったら、ちょっとそんな甘いことはないんですよね、実は。ただし簡単にっていうよりは、どうしていいのかわからない、ホームページ作りたいけどどうしていいのかわからないっていう風に考えてる人にとってはめちゃめちゃこれね、有益な情報かなという風に思うんで、ちょっとこれ結構トリッキーなことやってるんでよかったらちょっと見ていただければいいかなっていう風に思います。はい。まずですね、ホームページやる上でね、ちょっと一番ね、みんなね、勘違いしてるところがあるんですよ。AI 使えや、自分のホームページが自動でできるみたいな感じで、歌ってるところとかあるんですけど、そんなのできるわけないんですよ、で、そもそもね、目的は何っていうところを考えないといけないんですね。で、その目的は何っていうところは、ホームページ作ろうと思っても一人一人ね、やり方って違うわけなんですよ。で、置かれてる状況とかも全く違うわけなんですよね。なんでここをまず考えないといけないんです。で、例えばですね、個人事業主とか中小企業の経営者の方がホームページ作ろうと思う時って、自社のサービスとかですね、商品インターネット上でこうね宣伝したり、顧客を基盤広げたいなとかで、あとブランディングしたいなとかって思うわけなんですよ。で、それでホームページ作ろうってなんですよ。目的はここなんですね。で、他にもですね、例えば、ね、趣味とか特技とかを持つ人がホームページを作ろうとするんですよね。そういう場合って自分の作品とか活動をね、こうアピールしたりとか発信したりするためにホームページ作るわけなんですよ。で、同じ興味を持つ人とかをつながりたいなと思ってるから、その魅力的な感じの、例えばポートレートサイトとかそういうのを作るわけなんですよね。これもね、1番と2番で目的全くちゃうし、作り方も全然違うわけなんですよね。
であとはですね、例えばイベントとかコミュニティの主催者ということで、なんかイベントの発信をする場合に、作りましょうホームページっていうのがあると、今度はペライチの本当にあの1ページもののランディングページっていうふうに言われてる、上から下までイベントの内容がこうパッと一目で分かるような感じのものを作っていかなあかんわけですね。これも全然違うわけなんですよ。で他にもね、ブロガーとかね、コンテンツクリエイターとか、まあ、情報発信するための内容のやつとか、教育機関とか専門家とかですね、オンライン教材とかそういうのを売ったりとか、であとはまあ EC サイトと言われる通販をかあの作ったりとかいうわけで、まあ要は一口にホームページ作れるよ作るよって言っても、作り方目的によって作り方全く違うんですよね。だからあのよくよくある、まあ一発でホームページ作れちゃうよ、作れるわけがないんですよ。でだってその人の作り方ってそれぞれ違うから、だからまあそういったところをちゃんと選定した上で作っていかないといけない。もうここがポイントなんですね。で今回はですね、せっかくちょっと川子の方ですね、ビジネスに役立つような感じのことっていう風に言ってるわけなんで、まあ一番最初のですね、あの個人事業主とか中小企業の経営者の方がもし作るっていうことを設定した上でちょっとお話ししていこうかなと思います。でとはいえですね、僕あの僕自身の内容をねこうやるよりはちょっとペルソナの設定をした方が分かりやすいかなと思ったので、でチャット GPT 使いましてね、ちょっとペルソナ設定しました。はい、こんな感じです。架空の会社としてねちょっと作ったんですね。フューチャービジョンコンサルティングっていう会社さんですね。で業種としてはスタートアップの企業ということで、考えてます。で、まあ、業務内容としては個人事業主から中小向けに、チャット GPT を活用したコンサルティングサービスを提供すると。でクライアントのビジネスに合わせたカスタム AI ソリューションを開発し、業務効率化とかでそういったことをやってますよとか。で、まあ、特徴としては最新の AI を活用しながらとかなんとかっていうね、こういう設定をちょっと書くんですね。でペルソナ設定として、まあ、この人の背景、30歳の個人事業主でデザインと、写真撮影のフリーランスで活動しているみたいなね、細かい内容もここで設定します。で、実を言うとこの、ピックアップする内容は、例えば自身でホームページ作りたいっていうふうに思われてる方は、まあ、これを細かくちょっとね作るところから始めないとダメなんですよ。うちとこの会社の業種は何、業務内容は一体何で、そこの会社の特徴は何で、あなたはどんな人、何ができるの、どういうニーズの人に対して何をしたいのみたいな感じで全てここで設定するわけなんですね。でその後でホームページの制作の手段を選択するわけなんですよ。で、今回の内容ですね、ちょっとチャット GPT の方でちょっと拾ってみようかなと思ったんで、せっかくだったらちょっとプロンプトでいろいろと調べてみようかなというふうに思いました。はい、ホームページの作り方とはノーコードから、ホームページ制作会社に依頼するまでの内容があると思いますと。でどんな作り方が考えられるか全て箇条書きで出してくださいというふうにやりました。するとこんな感じで出ましたね。はい、ノーコードツールを利用するっていうやり方ですね。いわゆる UX とかペライチとか人流とかですね。であと、まあ、CMS っていうふうに言われてるコンテンツマネジメントシステムっていうのもあるんですけど、ワードプレスとかデルーパルとかいろいろあるんですね。そういったものを使うとか、であとはウェブサイトのテンプレートを利用しましょうとかですね。これはですね HTML、CSS のテンプレートを購入して編集していこうっていう内容とかですね。でこれにはちょっとね技術がいるのかなっていうところもありますね。であと自分でコーディングする、これもですねコーディングできるんだったらね自分でやっちゃった方が早いなっていうところもあって、まあまあまあこの技術的な内容とかもあるしっていうのでいっぱいパラパラパラとあるんですね。で今回はですね、まあ、誰でも無料で作れるっていうところで、やはりノーコードツールを使っていこうということで考えました。でノーコードツールを使う方っていうのはどういうような人がいるのかなっていう、ここに当てはまる人は、今回の内容がぴったり当てはまる人なのかなというふうに思います。技術的な知識が、限られてる人、まあプログラミングとかそういうの知らないっていうね、 IT の知識よく分かんないという人ですね。であとはまあ時間とか予算ね制約がある、個人や、中小企業主とかですね。まあ例えばまあ時間がないからそのいちいちあのそれに取り掛かってできないやとかですね。で趣味副業とかウェブサイト作成したいなって、まあ、片手間にやろうかなって思ってる人ですよね。まあ、そういう人とかね、まあ、がっつり自分でできないですからね。でブログとか個人とかブログとかいろいろ、まあそんな感じの内容があるんですけど、こんな感じの方は、当てはまるんでノーコードツールを使うべきでしょうということでチャット GPT が教えてくれました。はい、
このノーコードを、利用するっていうところですね。で、じゃあちょっとノーコードツールってどんなものがあるんだろう。今回のこのタイトルにもある、無料で使えるノーコードツールっていうのをちょっとね、調べてみました。するとですね、まあ、wordpress.com っていうね、サイトがあります。ここでも作れるのかなっていうところは見えるんですね。wordpress。僕もちょっとね、最初の頃ですね、wordpress のね、ちょっとね、お話とかする動画も作ったんで、まあ、wordpress、これはちょっと無料で使える部分なんで、普通に僕が説明してる wordpress と全く違うものになるんですけど、で、他にもですね、一番有名なところですね、wix っていうところですね。これが結構ね、世界でもかなり多い、まあ、ツールなのかなというふうに思いますね。まあ、ワードプレスっていうのはね、ちょっとね、カスタマイズしながらちょっとやっていくっていうところで、敷居が少し高いところもあるんですけど、Wix はですね、もう直感的にね、なんか、まあ、ワードみたいに変えていくだけで作られちゃうっていうところもあるんで、まあ、Wix もいいのかな。で、まあ、国産でペラ1っていうのがあるんですよね。これはもうまさしくペラに1っていうことなんで、1ページもののランディングページとかを作るために、作られるところなんですよね。だから、例えば、まあ、1ページもので、例えば自分の、まあ、ランディングページ、わかりますかね、LP っていうふうに言われてる、まあ、広告ページみたいな感じですね。それを作るにはすごく適してます。ただ、まあ、例えば、自分のホームページみたいな形で、きっちり作っていこうと思えば Wix の方がいいのかなっていうふうに思うので、ペラ1っていうのはあくまでも1枚ものとしてなんかやっていこうという部分ですね。はい。で、他にも Jindoo っていうやつもあるんですよね。これもちょっとまあ Wix に似てるような感じのところはあるんですけど、こういったようなツールもありますし、例えばただ、ブログをメインでちょっと書いてって何かやりたいなっていう場合には、このアメーバ、O1 っていうんですかね、なんかそういうふうな感じのものもあるみたいです。これちょっと僕もよくわかんないですけど、まあブログを書きつつ でそのホームページを、ついでにやりたいなっていうことで思ってらっしゃる方は、まあ、こういうような選択がいいのかなっていうことで思います。で、まあよくよくノーコードツールで、一番まあ説明してる動画が多いのが Wix とかですね。で、あとペライチとかで、ジンドゥはちょっと少ないのかな。まあ、アメーバーは、なんか、オールなんとかいうやつは、まあ、多分、なんか、ググればちょっと出てくるのかと思うんですけど、意外とね、wordpress.com のね、説明してるところあんまり少なかったんで、今回は、どれでもいいんですけど、wordpress.com でちょっとね、説明していこうかなというふうに思います。はい。で、まあ、早速なんですけどね、その内容、一応無料でできるよっていうことで、言ってるんで、本当に無料なのかよっていうところちょっと調べてみるとですね、確かに無料なんです。はい。無料のプランでスタートできます。なんで、ホームページ作りたい、ただでやりたい、wordpress.com できます。なんで、無料プランで申し込んでいただければいいのかなっていうふうに思います。はい。申し込みの仕方もね、めちゃくちゃ簡単で、スタートするっていうボタンを押すとね、いきなりね、アカウントの作成で出てきます。で、3つのところから選べるような感じになってるみたいで、まあ、Google で続行とかね、Apple で続行とかですね、メールで続けるみたいな感じのものがあって、まあ、僕の場合ね、ちょっとまあ、Google アカウントでやってみたんで、Google で続行っていうのを押してみました。するとですね、まあ、勝手に向こう側でですね、ミャーミャーミャーって作って、で、パーン出ました。それがこんな感じです。はい。いきなりサイトをカスタマイズするっていうのがボーン出たんですよね。で、まあ、いきなりこう、サイトのアイコンを追加、サイト名、で、簡単な説明を入れて、次へって押せってなったんですよ。で、じゃあこれ作っていかなあかんねーっていうこともあってで、じゃあ、入れていこうかなっていうふうに思ったんですけれども、ちょっとね、その前になんですね。ここからが大事なポイントです。いいですか？皆さん、チャット GPT でホームページを作る上で、ここからがカワゴンのポイントです。はい。まあ、先ほどですね、僕が設定した、まあ、会社のですね、こういったような情報があったかと思います。で、これはあくまでも、ちょっとまあ、チャット GPT に架空の、プロンプトのペルソナを設定したんで、まあ、架空の人物、架空の会社なんです。で、ここは、とにかくですね、まあ、ちょっと一時停止駆使していただきながら、会社名、業種、業務内容とか、まあ、そういったところはご自身でちょっと設定していただいて、で、ここを細かくちょっとね、作ってほしいです。まずは。ホームページを作る前に、基本情報をちゃんと作ってください。ここが一番のポイントなんですよ。わかります？何をやりたいのかっていうことをちょっとご説明します。これがしっかりできるとチャット GPT には素晴らしい機能があります。はい、カスタムインストラクションというのがあるんですね。これは何かっていうと、あなたについて教えてくださいっていう
入れる項目があるんですよね。あなたはどんな人物なんでしょうか、あなたはどんな、方なんですかっていうところをあらかじめ知識として与える箇所があるんです。でこれちょっとね、まあ今回ちょっとね、GTP、 ごめんなさい、チャット GPT のプラス使ってるんですね。ちょっと画像生成とかもついでにちょっとやってるんであれなんですけど、無料版はちょっと画像作れないんですけど、無料版もですねちゃんとカスタムインストラクションついてるんですよ。なんで無料版でもしやられるっていうことであれば、無料版にもこのカスタムインストラクションという場所があるので、まあポイントとしてね、一番大事なのはこの会社とか個人とか、まあそういったところの細かい内容をとにかくきっちり作ってしまう、もうこれが大前提、まあ、これが、まあ本当に言います、今回の動画はここがポイントで、これが全てなんですよ。はい、でなぜ全てなのかっていうところを今から説明します。はい、まあカスタムインストラクションね、ボコンこれ入れたわけですよ。さっき書いてた内容ですね、会社名これとかね、業種がこれで、特徴はこれですよ、私はこんな人、30代でどうこうでって書いてるわけなんですね。じゃあいきなりプロンプトをいきなり、新規作成してね作りましょう。はい、何作るのか、こういうことですね。私の会社のロゴを考えてくださいっていうふうに一言だけ入れます。いやまあ本来であればですよ、本来であればまあ、あーでもないこうでもないこんな感じで、こういった形の、状況があるで、こうこうこうだから、私の会社のロゴを作りたい、こんな感じのロゴを作ってくれっていう風に与えるわけなんですね。でもカスタムインストラクションに全ての情報が入ってるわけなんですよ。なんで僕は何の指示もなく、ただ単に私の会社のロゴを考えてくださいっていうだけなんですね。すると見てください、まあ、ちょっと形はねちょっと斜めになってたりとかするんですけど、中にですねこの会社名、フューチャービジョン、コンサルティングっていう言葉が入ってるわけなんですよね、もうロゴの中に。でこちらが、フューチャーコンサルティングのための、デザインしたロゴですというふうに書いてるんですね。でコンセプト自体も実は会社を中に入れてるもんだから、業種とかも全部入れてるもんだから、それを加味してロゴを作ってくれるわけなんですよ。わかりますか、これこの凄さ、わかります。いやこれで何でもできちゃうやんって話なんですよ。はい、じゃあまあ実践してちょっとね考えていきましょう。もう今回サイトをカスタマイズするということで一番最初にボコン出てきました。はい、サイトアイコンを追加しましょうということで言われました。じゃあサイトアイコンを作りたい、会社のロゴからサイトアイコンになるような画像を生成してください。はい、できました。はい、次ですね、サイト名を作りたいです。はい、 SEO を意識したサイトタイトルを考えてください。僕これしか言ってないんですよ、このたったこれだけですよ。じゃあこんな感じで、ね、会社名を持ってきて SEO に対策に関係するような感じの、サイトタイトルをこう考えてくれたんですよ。うわすごい、ここからもう選ぶだけです。でコピーして、はい、貼り付けるだけ。はい、次いいですか、サイトの簡単な説明を1行から2章で、説明する文章を考えてください。これなんでかっていうとね、そっちに書いてるんですよ、簡単な説明ってことで、サイトを1行2行で説明する内容って書いてるんで、もうそっくりそのままです。でその文章を考えてください。で考えるときに説明を読んで思わずクリックしたくなるような文章でお願いします。これはちょっとね僕がね、そういった感じの方がいいかなっていうふうに思ったんで付け加えてみました。まあこんな感じでちょっとねプロンプトカスタマイズしてもいいと思うんですけど、基本情報が入ってるもんだからその内容をちゃんと加味してちゃんとしっかり出してくれるんですよ。何でもかんでも。ちょっと読み上げるとですね、ここら辺でね、フューチャービジョンコンサルティング、AI の力でビジネスを改変、中小企業のためのカスタム AU ソリューションで、業務能力化と、顧客満足度向上を実現します。どうですかこれね、すごないですか僕本当にプロンプトたったこれだけなんですよ。なのに、中の内容はちゃんとしっかり作り込んでね、説明してるわけなんですよ、カスタムインストラクションの方に。なんで何もしなくてもこんな感じでボコボコ作ってくれるわけなんですよ。でまあどんどんこなして作っていけばね、はい完了っていうことでね、全部こんな感じで作っていければ OK なわけなんですよね。じゃあまあ次進んでいきましょうかね。はい、wordpress.com でねデザインを、ね、選定しないといけませんということでね、まあまあただ無料でやる分ねちょっとね制限があるわけなんですよ。ここにあるねプレミアムっていう風に書いてるやつとかもうねお金がかかるわけなんで、やらしいですよねほんまね。無料のやつってねしょっぽいやつしかないんですよ。まあそれは仕方ないですね、ただで作ろうっていうのはね甘い話ですから。
まあまあそこはまあ言うてもタダでちょっとなんとかせなあかんということもありましてね、一応僕もタダのやつちょっと設定してみようかなと思いました。はい、ちょっと全然会社っぽくはないんですけれども、一応こんな感じのホームページがあったんで、じゃあまあこれでいいや思って、でこれのまあテンプレートを選んでみました。で次へって押します。はい、するとですねこんな感じで出てきました。まあそうドメインの選択とかですね、最初の、投稿を書くとかですね、でサイトの設計を編集するっていうことがありました。まあドメインを選択するっていうところはプランをアップグレードしてくださいというふうに書いてるぐらいだから金がかかるんだなと思ったんで、まあこれしないとおこうと思いました。はい、最初の投稿を書くっていうこともあったんですけど、ワードプレスはまあそもそもブログを書くための、CMS コンテンツマネジメントシステムっていうことで出来上がってるもんだから、まあブログっていうのをまずで書くっていうところが前提になるんですね。ただまあ今回はホームページ作るっていうことなんで、とりあえずこれは後でいいかなと思ったんで、じゃあサイトの設計っていうのの編集をクリックしてみました。するとですね、まあこんな感じでなんかまあ案内がこう出てね、で続行っていうふうに起こすわけなんですよね。はい、じゃあこれでホームページ作っていきましょうというふうに開いた時に見てください。上の方ね、ちゃんとサイトアイコン設定されてますよね。でこれも一瞬で作ったやつですね。でタイトルとかもちゃんと SEO を意識したタイトルが入ってます。会社名が入ってて、 SEO を意識した顧客サービス業務効率化 AI 実現みたいな感じで、ちゃんと SEO キーワードも入った内容が入ってます。で説明もですね、まあこんな感じでちゃんと入ってます。はい、っていう感じでもう出来上がってるわけなんですよね。さっきのやつ設定したやつがそのままここに反映してます。はい、じゃあここからですね、これは今ちょっとね、先に言ってきますけど、wordpress.com でやってますけど、これ実は Wix でもペライチでも全く同じことなんですよ。で、Wix でも、ペライチとかジンドゥとかでもとりあえず書き加えていかないといけない項目っていうのがあると思うんですよね。でそこをチャット GPT を使って作っていこうっていうふうに思った時には、同じ内容でここの部分作りたいな、チャット GPT お願い、はい出ました、コピペだ、ここを作らないといけない、チャット GPT ちょっとお願い、はいできました、はいコピペみたいな感じでできるわけなんですね。ただ皆さんちょっとね、勘違いしてるところが、かなり多いのかなっていうのは、何にも情報を提供してないにもかかわらず一発で作れる、こんなんチャット GPT に多分無理ですからね。だから必ずその業務内容とか、個人の情報、まあ、そういったようなところは必ず細かく作ってください。そうするとあと楽ですから。はい、ってな感じでね、まあとりあえず僕はですね、簡単な1ページのサイトにしたいということで、ページの構成考えてくださいっていうだけを言いました。するとバーンこんな感じで出ます。でここの内容もですね、会社概要のところ見てください。僕は何も指定してませんけれども、ちゃんと会社名についての簡単な紹介をしましょうということで書いてくれてます。でこの構成もですね、クライアントの声や、事例を紹介ということもあるんで、まあ、IT コンサルティング、AI コンサルティングに関しての内容とかもね、こう盛り込まれた内容の構成になるわけなんですよ。ね、これも カスタムインストラクション様々の内容ですね。はい、じゃあ、まあ、なんだかんだ言ってね、まあ、こんな感じで構成で作るんだなということも思ったんで、まあ、トップページなんでね、じゃあメインビジュアル作らないとダメじゃないですかね。じゃあちょっとメインビジュアル作成してくださいってお願いしました。はい、するとこんな感じで出ました。はい、こちらもですね、中の内容に入ってる、フューチャービジョンコンサルティングのイメージとして作っていただきた、素晴らしいですね。はい、僕何も設定してないのにこんなに作ってくれます。はい、でまあ早速ですけど、まあここがね、トップページビジュアルだっていうふうに思ったんで、まあここのメディアの選択っていうのを押してですね、先ほど作りましたこの画像をベタン貼ったわけなんですね。もうこれだけでイメージちょっと全然変わりますよね。あ、IT AI の会社なのかなみたいな感じになるわけなんですね。はい、じゃあ次はどんな感じだったのかなと思って、まあメインビジュアルヒューローイメージ2番目ですねを、作ったわけですよ。魅力的なイメージっていうことで、さっき魅力的なイメージは作りましたね。でそこに、次は会社のミッションを表すキャッチフレーズっていうのがありました。じゃあもうこれもちょっと作ってみようかなというふうに思います。はい、会社のミッションを表すキャッチフレーズを考えてくださいっていうだけなんです。はい、
するとバーン、こんな感じです。いろいろ出てきました。はい、かっこいいですよね。未来への一歩、あなたのビジネスとともにみたいなね。 AI で開くあなたの可能性の扉。はい、小さな企業の大きな夢をテクノロジーで実現。めっちゃ良くないですか。はい、僕なんか細かい内容全く何も言ってないですよ。本当に会社のミッションを表すキャッチフレーズを考えてくださいと言っただけです。で、こんな感じの自分に合わせた形で作ってくれたんですね。じゃあもう早速入れてみましょう。バーン。はい。未来への一歩、あなたのビジネスとともに。はい、入れちゃいましたね。かっこいいですね。ちょっとね、上のイメージとちょっと下の部分もちょっといい感じになってきましたよね。はい。で、次ですね。じゃあまあちょっとね、会社の、概要のところにあったんですけれども、フューチャービジョンコンサルティングについての簡単な説明、簡単な紹介をしてくださいということで書いてました。じゃあもうこれもね、そのままボン貼ります。はい、フューチャービジョンコンサルティングについての簡単な紹介文を作成してください。はい、じゃあですね、はい、バーン、もうしっかり作ってくれました。はい、紹介文です。でも僕はもう中に全部入れてるんでね、もうそれをうまいこと言ってもらって作ってくれたんですよね。じゃあ分かりました、分かりましたと。じゃあこの内容でね、紹介文作りました。じゃあ次にですね、この説明のイメージ画像を作成してくださいっていう風に、作りました。するとですね、まあイメージ画像をパーン作ってくれたわけですわ。すごい壮大な感じですよね。はい、じゃあ設定画面の方に設定しました。はい、画像を入れて、でその内容を入れました。はい、まあ、こんな感じでですね、どんどん作っていくわけなんですよ。でそんなでもう出来上がっていけば、まあちょっとね、全部は今回やらないんで、まあここまでの内容でパッと見た感じで、普通に PC で見るホームページ、こんな感じのイメージで出来上がってくるわけなんですよ、イメージ的にね。で、あららら、無料でこんなん作れていくのね、素晴らしいじゃないですかっていうこともあってで、はい、で、まあ、1ペラのですね、構成として、僕が一番最初に聞いた内容っていうので作っていってるわけなんですけど、まあ、例えば、モバイル画面ではどんな感じになっていくのかっていうところも、お見せするとですね、こんな感じで出来上がっていくわけです。先ほどのね、ほら、フューチャービジョンコンサルティングについてみたいなとか、キャッチフレーズとかね、まあ、立派なホームページできていくわけなんですよ。はい、まあこんな感じでですね、チャット GPT を使っていかに簡単に自分のホームページを無料で作っていくっていうところは、これが本当のチャット GPT の使い方かなっていうふうに僕は思ってるんですね。はい、なんでまあ皆さんもこんな感じでやっていただければいいかなっていうふうに思ってます。まあ、今日はここまでっていうことで、まあ、今回の内容はですね、まあ、やり方っていうところもご説明したんですけど、これ本当にね、何回も言いますけど、Wix であっても、ペライチであっても、ジンデューであっても、アメーバなんちゃらとかっていうやつであっても、全部言えることなんですよ。ホームページを作るっていう上で、チャット GPT を使ってやる。で、能率化を、考えてやるということは、こういった形でカスタムインストラクションにあらかじめ入れておいて、必要な項目はその場で見ながら作ってもらう、出力する。そうすることによって自分が意図した内容のやつをどんどんチャット GPT が作ってくれます。でそれをコピペして貼るだけなんですよ。でこれを繰り返していくことによって、たかだかね、多分ね、どうでしょうね、 Wix だったら早ければ半日ぐらいで出来上がるんじゃないですかね。でまあ今回はちょっとね、チャット GPT プラスを使ってるんで、画像生成とかもプラスしてできてるんですけど、まあ画像生成する無料版しか持ってないよっていう方も、まあもしよければ、例えば、イメージクリエイターとかですね、まあ無料でできるような画像生成サイトとかもあるので、まあそこでちょっと作っていただければいいかなというふうに思います。ただちょっとね、そこで作る上ではね、ちょっと、いきなりプロンプトとしては渡さないといけないので、自分が意図した形のものかどうか、その、関連するような画像になるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですね。でもまあその辺はうまく自分で、こんなんがいいかな、あんなんがいいかなっていうふうに言いながらちょっとやっていけば、無料の、チャット GPT と無料の、イメージクリエイター使えば全部無料でできるんで、まあちょっと頑張ってそれやっていただければいいかなというふうに思います。はい、まあ今回の内容もですね、まあなんかご質問とか疑問とかですね、なんか相談ある方コメントいただければ、僕丁寧に一生懸命返してますんでね、ぜひコメントいただければというふうに思います。で公式 LINE なんかもね、
ありますんでね、まあそちらの方にカワゴンちょっとこんなん言うてたけど、ちょっとコメントでは書くの恥ずかしいからちょっと直接あの LINE したわみたいな感じでも全然 OK です。はい、なんで何かあればぜひフィードバックください。はい、でそれについてまたお話ししていこうかなと思いますし、その場で返していこうかなというふうに思っております。はい、でこんな感じでですね、私どもの方でコミュニティ持ってまして、で、無料の勉強会のご案内なんかもしております。公式 LINE に、登録していただいて、メッセージで勉強会に興味ありということでメッセージつください。でその方に、勉強会のご案内をお送りさせていただいております。なんでまあそれをご覧いただいて、コミュニティに参加していただいても結構ですし、まあまあまあ何かあれば、コメントでも、公式 LINE でもとにかく、連絡ください。はい、勉強会はもちろん無料でやってるんで、あとなんかわけのわからん、ホームページ、作って50万稼げますとかね、私は100万稼ぎましたみたいなね、そんなうさんくさいなんか情報商材後からつけられるんちゃうかなっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、川君そんなんちゃいますから、はい、その辺ご安心していただければいいかなというふうに思います。はい、ではですね、まあ皆さんの、ご参加お待ちしております。このチャンネルではですね、チャット GPT の動画とかですね、プロンプトエンジニアリングの、テクニックの動画で、あと生成 AI、ジェネレティブ AI の、内容の動画とか、さまざまな動画を、カワゴンですね365日作っております。毎日投稿しております。で最近はですね、ちょっとビジネスのお悩みとかでこんな動画作ってよカワゴンっていう方いらっしゃったら、一応作ってるんですよ。本当に僕今まで一応、一人も、取りこぼしなく作ってます。はい、なのでコメントいただければね、僕意外とね、作ってますんで、もしよかったらコメントください。はい、まあ、こんな感じですね、365日毎日、動画の方投稿しております。よかったらまた見てください。ありがとうございました。Thank you.